こんな話はね、うん、動画にしても受けないんですよ。全く受けないですね。全くこれあの本来みんなしなきゃいけない話ですよと、向き合わなきゃいけない話ですよっていうところを元に、僕らも本当はしたくない話ですっていうのを元にちょっと頑張って聞いてほしいですっていう感じですね。そうですね。これはいろんな議論してほしいです、うん、働き手急減、高齢者を肩車で支える時代と、はい、これ本当深刻な話。そうですね、てかまあもう昔から分かってたんだけど、分かってたけど、はい、リアルにその時代が来たなっていう。そうです。産経新聞の記事なんですが、はい、長年少子化に悩まされてきた日本はこれから働き手不足が一気に加速する。15歳から64歳までの生産年齢人口は1995年の8716万人をピークに減少を始め、2070年にはほぼ半減する見通しだ。現役世代の減少は労働力不足という直接的な問題だけでなく、国内市場の縮小など日本経済全体を揺るがしかねない。一方、65歳以上のお年寄りは高齢化の進展で今後約20年増え続けることが分かっている。社会保障の支え手である現役世代は減り、年金や医療、介護などの出費が多いお年寄りが増える構図は国の財政にも大きな影響を与えるということですね、はい。まあ、本当なんか日本もいろんな時代があったなという感じなんですが、うん、はい、1950年まだ戦後5年ですねの日本で現役世代は5017万人いたと、はい、いうことなんですよ。まあ、だからあの当時って65歳以上のお年寄りって、はい、まあ、少なかったので、うん、まあ、寿命も違うし、はい、お年寄り1人を 12.1 人の現役世代が支える構図だと、はい、まあ、なんか夢のような、はい、今から考えると時代があったんだな。もう全然楽勝ですね。そうですね、はい。でまあ、90年代には現役世代が9000万人に迫る勢いを見せたと。しかしその後は少子化の影響が出て、伸びが止まり、逆にお年寄りの増えるスピードが加速した。現役世代が8000万人を、届かなかった2015年にはお年寄り1人に対する現役世代の割合は2人まで減ったということですね。めっちゃ減ってますね。あの1950年のところでの 12.1人で、はい、うん、お年寄り1人を支えてるって時の絵があるんですけど、うん、はい、そこは胴上げしてるんですよ。そうですね、12人で1人のお年寄りを持ち上げてるんですよ、はい。で2015年のところは2人で、これ騎馬戦が出てたで、騎馬戦でも普通3人でしょ、うん、これ2人で騎馬戦ってなんだよねって。なんかちょっと持ちにくいですよね。持ちにくい。騎馬戦2人ってきついよって。そうですね、はい。で最終的には肩車してるっていう。そうです。話なんですけど、最後は 1.3 人で、うん、1人を支えるっていう。これはもうあの、そうですね、もう正直すぐ腰痛くなって降りろって言いたくなるっていうか俺自身立ってられないよと、はい、いやというか今もうまさにそういう時代に入ってきてるわけですよ。2人でもきついですからね、うん、正直2人でも無理ですよ、うん、なかなかきついですよ、はい。だって今その子供が減ってる状態ですから、はい、自分の家族すら、うん、もう賄えないような状況になってるんですね。そう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 。いやもう本当そうですよ。だからその例えば子供が1人、はい、2人いて、うん、祖父母いますよね、はい、みんな元気だったら、うん、もう4人とかいて、はい、ちょっと支えられませんっていう状況にもなりかねませんし。いやそうですよ本当に。で厚労省の国立社会保障人口問題研究所が今年4月に発表した将来推計人口によれば、現在の出生率などが続くと仮定した場合、現役世代は32年に7000万人、43年に6000万人、62年に5000万人を割り込む見通しだ。ほぼ10年ごとに働き手が1000万人ずつ減っていくということですね、はい、です。一方27年には全体の人口に占める65歳以上の割合が3割を突破する。31年には総人口の平均年齢が50歳を超える。50年には現役世代 1.3 人でお年寄り1人を支える超高齢社会になるという恐ろしい話が書かれているんですが、はい、まあ、あの今すでにもう社会保障費、うん、あの36兆とかあるんですよ、はい、36兆ですよ、はい、これもう予算の3割とか占めてる。そうです、ね、3割超えるぐらい占めてしまっているので、はい、であの働き手減って、はい、でその市場は縮小していくと、はい、なるとここも削るしかないんですよ。そうです。基本的にはその通りです。なんだけどやっぱその議論っていうのをこれまでの政治が正面からやってこなかったので、うんうん、そうですね、これは苦労することになりそうだなと、まあ、人口の、まあ、構図が上にね、うん、やっぱ団塊の世代が多くてこうしぼんでんですよ、うん、でどんどん細くなってるんですよね、うん、だからこのボリュームゾーンが、うん、なぜおじいさん、はい、おばあさんたちで、うん、団塊の世代の人たちで、うん、そこがいつもちゃんと選挙に行く人たちがそこ一番多いんで、はい、やっぱそこに中心としたね税制を常にやってき
ってしまったという結果が、うん、若い人がチャンスを感じないというか、うん、やる気を見出せないっていうところにもしかしたら、まあ、こんだけね、うん、初任給からビシバシ、社会保障税金含めてね、うん、取られちゃうと、給料もらい始めたのにこんな手取り少ないのっていうショックを受けた人はいっぱいいると思うんですよ、うん、っていうか引かれるものが多すぎるんですよね。そうです、あらゆるもの引かれて、そう、うん、そうです、保険引かれて、そうです、まあその年金とか、うん、はい、でまあなんかもろもろ入って、はい、あれこんなに手取りがっていう状況になってしまうので信じられなかったですね、うん、僕も新入社員で入った時に、うん、しかも寮に入ってたんで寮費とかも取られて、うん、まあ食事の、うん、いやこれ飲みに行くのも厳しいなという感じでしたよ、はい、そうですね、本当に。でもやっぱもう これって人口動態はある程度先まで絶対見えてるじゃないですか、うん、だっていかにその少子化対策をやろうとも、はい、急に1000万人増えるとかって、うん、もう現実には考えられないので、うん、となると、うん、もうこういうのを織り込み済みで、うん、今後の日本のデザインっていうのを考えていかなきゃいけないわけで、はい、だからある意味、うん、ちょっとこれ言ったらあれかもしれないですけど、うん、日本はものづくり捨てないとダメなんですよね。もっとその少人数で稼げるような事業をどんどん見出していかないと、やっぱその人口が減った中で日本のそのプレゼンスをいかに維持するかって考えると、やっぱ経済的にもある程度稼げる社会っていうのは作っていく必要があるのかなと。そこでですね、うん、スポーツ大国ですよ。いやスポーツをやりに来ても、まあ観光もそうなんですけど、はい、観光とスポーツの合宿に来るとか、うん、そういう場所としては僕はすごく使えるっていうふうに思ってるんですけど、うん、日本語と例えば学校にプールとか、うん、あとテニスコート、はい、学校にテニスコートあって授業中使ってないんですよ、うん、あれ日本に旅行に来てくださいと、そこでずっとテニスできますよとそう貸してね、はい、貸したりとか。いやでもそれビビたるもんじゃないですか。それはいや多分ねスポーツ の、 マーケットってでかいし、うん、実は F1 とかも年々開催国自体増えてって、うん、巨額の金が動いてるんですよ、うん、日本だけプロ野球とか大して伸びてないんですけど、うん、アメリカのメジャーってもう十何倍、うん、だから2000年ぐらいは、うん、多分日本のプロ野球とアメリカの、メジャーリーグって倍ぐらいの差ぐらいしかなかったんですよ、うん、それがこの間改革しなかったから、うん、単純にもう今大谷一人で、はい、日本のプロ野球変えるぞみたいな。そうですね。いやこのなんか社会保障のイメージで言うと、そう大谷が何億人か支えてますからね。そう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 。いやもうそんな感じ、ね。日本一国背負ってるぐらいの感覚でやってますもんね。だから本当に日本ってなんか本当スポーツコンテンツとか、うん、あと合宿所にするとか、うん、試合をやる会場とかをまあ要は学校のグラウンドとかいっぱいあるんで、うん、本当は作ってるわけですから、うん、それをちゃんとメンテナンスして合宿とかいろんなもの使いますよとかっていうふうにするのが一番いいんじゃないかと僕は、あ、まあ、まあ一つのアイデアとしてね、うん、あるんですけど、本当になんていうかな、まともにもう働いて勝つよりも、うん、日本しかないもの、うん、やっぱ風光明媚で、はい、まあ、旅行してもう気持ちいいし、うん、でヨットもできてでスキーもできるというこんなところはほとんどないんですよ、うん、なのでそれを自由に、まあ、もっといろんなプラン作ってね、うん、やったら、まあ、来てくれて観光で稼ぐっていうのは本当結構楽だと思うんですよ。オーバーツーリズムとか制限しなきゃいけないし、はい、そここそ逆にマイナンバー持ってない国民じゃない人はすげえ高く、うん、5000円入場料かかりますとか、うん、日本人は1000円だけど5000円かかりますっていうふうにすればいいし、まあ、日本ってやっぱ根本的にコンテンツが強いってなるじゃないですか、はい、やっぱ歴史があって、はい、まあ、その昔ながらの神社仏閣もこんなに残ってる国なかなかないんじゃないですかね。いやそうですよ、うん、だから文化的コンテンツ、まあ、はい、アニメとかもそうですし、うん、まあ、あらゆるものがあるの で、 そうです、まあ、結構そのだから好きになってもらう土壌はあるのかなと、うん、その通りです。あとはそのいかにアピールしていくか、うん、 そ、 まあ、そこがちょっと日本人苦手なんですけど、そうです、なのでそうです、うん、いや本当にねすごい観光資源あるんですよ。